皆さんこんにちは。50歳でセミリタイヤを予定しているクマです。5月3週目、今週も無理せず行きたいと思います。朝からウェブ漫画読みながらゴロゴロしてます。おい俺よ、オンライン英会話はどうした？はい、仕事終了。今日はいろいろと寄る場所があるからちょいと急ぎ目で名機に向かってる。まずはレジャック裏の100均に。ここでは瞬間接着剤を買いました。卓球用シューズの中敷きが結構ずれやすくてさ、動いてるとすぐずれるからこれで固定したろって思って。ちゃんとくっつくか不安だけど、まあ多分くっつくっしょ。免疫のアイドルナナちゃんを通り抜けて次は GU へ。 GU ではスーツ用のベルト買いたくてさ、仕事にお金使いたくないからベルトはいつも GU なんだけど、安い分やっぱり耐久性はあんま良くないね。だいたい1年ぐらいでボロボロになって買い直してると思う。とは言ってもめちゃくちゃ安いから年一買い替えでも全然余裕。今回はこの赤色強めの茶色にしました。ちょっとおしゃれっぽくない？やばい、ゲートタワーも閉店間近なんだけど、どうしてもゾフに行きたいからダッシュで向かいます。3ヶ月前ぐらいにメガネ買ったんだけど、横幅が少しずつ緩くなっててさ、下向いたらずれて落ちるぐらいだからどうしてもきつくして欲しかったのよ。閉店間際だったのに丁寧に対応してくれた店員さん、本当ありがとうございます。せっかくだし最後はラーメン食べて帰ろう。今日のラーメン屋はででん、立川マシマシ。明日は仕事休みだし思う存分ニンニク決めてやるぜ。やっぱさ、二郎系はこの太麺が最高だよね。麺食らってるって感じがする。ごっついチャーシューもいただいちゃって、ニンニクもがっつり決めちゃってね。いや決まる。ただまあ正直言って味は普通だったかな。個人的には免疫の二郎系ナンバーワンは麺屋満点だね。甘めの背脂と濃いめのスープが絡んでマジで絶品なんだよね。そんな感じで火曜日は終了。お仕事休みの水曜日、今日は妻と一緒にちょいと前から気になってたパン屋に行こうかなって思ってる。服着替えてチャリこいで、まずはコインランドリーで溜め込んだ洗濯物をリリース。うちは洗濯機持ってないから2週間に1回ぐらい溜め込んだ洗濯物を一気にランドリってるね。でランドリってる間にお目当てのパン屋に行こうか。それがこちら、パンと猫とご飯。なかなか変わった名前だよね。っていうか猫の顔ブサイクすぎる。店内はこんな感じ。パンがどれもうまそうすぎる。とりあえず気になったの全部買おうってことになって、その結果がこれ。買いすぎた。ちなみにブサ猫の缶バッジも売ってた。で帰る前にもう一軒寄りたいとこがあって、この懐かしい雰囲気のたこ焼き屋。お値段も昔ながらの価格だよね。ありがたい。このたこ焼き焼いてる光景ずっと見てられるわ。帰ったら早速さっき買ったパン屋の照り焼きチキンバーガーとたこ焼き食べよう。正直言ってどっちもめちゃくちゃうまかった。特にハンバーガーの方はさすがパン屋って感じで、パンズがもちもちほのかに甘くてパンだけでも美味しくいただけちゃうレベルだったね。これはリピート案件ですわ。食後はゲームタイム。最近新しくティメシアってゲーム始めたんだけど、これがかなり難しくてさ、毎日ワーキャー言いながらプレイしてます。やっぱ難しいゲームはやりがいがあっていいね。あっという間に夜、夕飯作ります。今日はチキンカレー。カレーってなぜか定期的に食べたくなるよね。ちなみにうちはバーモントカレーの中辛。他のルーも試してみたけど結局やっぱりバーモントカレーよ。美味しくいただいたら水曜日は終了。そして木曜、おはよう。今日は
この前 GU で買った新しいベルトのデビュー日。ちなみに今まで使ってたボロボロのベルトがこれね。冷静に見るとさすがにボロボロすぎて笑える。で、毎度ながらベルトの長さが全然合わなくてさ、いい感じの長さになるよう切っていきます。うん、いい感じ。グッジョー。今週初のオンライン英会話やってます。木曜日にして今週初とかさすがにサボりすぎだな。いきなり毎日やるのは難しいとしてもさ、2日に1回ぐらいには頻度高めたいね。お金がもったいないのはもちろんだけど、こんなんじゃ肝心の英語力も伸びんもんね。頑張れ俺。いつも通り仕事行って帰って晩ご飯に昨日のカレーの残り食べたら、今日はパン屋で買ったマフィンもいただいちゃう。上に乗ってる黒いのはオレオなんだけど、これがねマフィンの甘みと重なってマジで美味しかった。あそこのブサネコパン屋さん、何食べても本当美味しいわ。寝るまで動画の編集したら木曜日も終了。おつおつ。金玉キラキラ金曜日。今日は結構強めに雨降ってんね。雨の日はさ、出勤せずに家でテレワークとかできたら楽だよね。2日連続オンライン英会話いいね。朝から頑張ってる自分素敵。出勤時間になっても雨は止まず、結局この日は一日中降ってたわ。で、今日は週に一度の食料買い出しの日。うちは1週間分を一気に買ってそれでやりくりするタイプだね。ちなみに金曜日はスーパーで好きなもの買って食べちゃうでいってもあってさ、これが地味に毎週の楽しみだったりする。今回は珍しく魚が多くて、塩焼きとフライに刺身と魚三昧だね。そこにラーメンとライスのダブル炭水化物、デブまっしぐらの夕食だね。ラーメン食べてるだけでそんな面白い顔になる。これ今回の動画のサムネにしたいな。そして今日もお仕事ですよの土曜日。昨日とは打って変わってめっちゃいい天気で、日差しも強そうだし、日焼け止めがっつり塗っていかんとね。美容意識高い系37歳おじさんです。土曜出勤の楽しみといえばお昼のがっつりランチ。今日は昼から禁断のニンニクマシマシ二郎系に行っちゃうぜ。午後からも仕事あるけどしゃあない、耐えてくれ職場のみんな。はい、もううまい。見た目だけですでにうまい。やっぱり二郎系は麺屋満点に限るね。食べた後はいつも通りカフェラテでニンニク臭消したり、職場で異臭騒ぎを起こしたりしたら土曜日も仕事終了。これで今週の仕事も終わり。お疲れ様。ちなみにお昼の二郎系が胃に残ってたから夕飯はアイスしか食べれんかったわ。そう思うと二郎系って1回で2食分になるし、夜ご飯食べずに済むしで、金銭的にも健康的にも最高の食事かもしれんね。とまあこんな感じで今週も終了。仕事の休みを土日休みから水日休みに変えて、だいたい1ヶ月ぐらいかな。断然今の方がいいね。やっぱさ、冷静に考えて5日間も連続で働くのしんどいよ。特に問題なかったらこのまま水日休みで続けていきたいね。それじゃそんなこんなで今回の動画はここまで。見てくれてありがとうね。もしよかったらチャンネル登録といいねしてもらえると嬉しい。それじゃあまた次回、バイバイ。